皆さん、こんにちは。佐々木です。久しぶりの、ね、動画更新ですけども、今回はですね、本当にやばいことが起こって、えー、これは本当に皆さんに聞いてほしいんですけども、まず FTX が、まあ、バイナンスをね、買収え、バイナンスに買収されるかっていう話が昨日起こって、まあ、昨日というか時間的にはおとといですかね。で、そこから、えー、今日ですね、バイナンスが FTX の買収は行わないと正式発表したというのが、えー、今日ですね、10日の 朝の発表なんですけども、そういったことがあったということで、も、ま、う、あ、とんでもないニュースですよね。もう昨日から今日も、えー、めちゃくちゃ相場も動いて、ビットコインもね、1万8000ドルを割るっていう事態に陥っているので、これずっとね、割らなかったサポートなんですよ。で、そこを割って、今一旦少し戻してきてるけども、まぁ今度はちょっとどうなるかね、えわ、ー、かりませんけども、相場分析なんてところは半う話すとして、まずもうニュースがありすぎてね、もうやばいなと思ってます。あの、皆さん、 もですね、多分たくさんねいろんな例えばサイトとか見てるかもしれませんけどもあ,あの相当ですねこれやばくて、まあ、FTX とかですね取引所が破,産破綻する破綻機器になるっていうケースが、まあ、今までですね例えばハッキングとかがあってとかだとあったんですけども、えー、それ以外を除いてはほぼなかったんじゃないかなと思います、えー、そもそもですね取引所っていうものはめちゃくちゃ儲かるので基本的に破綻とかですねそういうことには陥らないんですね あの例えば、下ラクス相場でとか、そういうのはありますけども、えー、今回、この FTX が、えー、この危機に陥った一番の原因っていうのが、えー、FTX というか、えー、FTT というですね、トークンがあるんですけども、えー、それがまあ、FTX の親会社のアラメダリサーチっていうところあるんですけども、まあ、もともとね、サンバンク・マンフリートさんっていう FTX の社長ですね。そこが、えー、FTX を立ち歩ける前から、えー 投資会社として持っている会社が発行しているのが FTT っていうものなんですけども、要は FTX 上、取引所の中で使える取引所トークンとして発行していたんですね。でそれを担保、えー、に入れて、えー、何か貸したりとか、えー、借りたりとかっていうことを行っていたので、FTX の財務が、えー、バランスシートがね、借金が多くなってしまったとで。さらに借金が多くなったんだけども、そもそも FTT というそのトークンをベースにしてますので、FTT が暴落してしまうとですね、 えもうめちゃくちゃ下がってしまって、その価値を持たないっていうことになっちゃうんですね。なので、その借りていた、例えば、何百億何千億とか借りていたえものが、その価値が、要は20ドル前後だったものが、ここで一気にもう2ドルとか、昨日までは5ドル前後だったんですけども、そこからえ何分の1とかなってますので、それでもう FT、 を返すことはできないそれを担保として、えー、借りていたものを何か返すとか、その期限とか、えー、もしくは金額的に返せない状況になってしまって、えー、バイナンス側に助けを求めた。もしくは、えー、他にもですね、バイナンスだけではなくて、えー、コインベースとか OKX、OK、とかね、えー、その辺にもう助けを求めたみたいなんですけども、それも書かれていたんですけど、それでも、えー、誰も助けるとこはいなかった。むしろ、まあ、助けたいんだけども、バイナンスのその影響力というか資産をもってしても、 大体1兆円前後とか、何千億とかな、1兆円前後の資金が必要ということで、バイナンスは買収を諦めたっていう経緯になってます。ね。だからとんでもないことが起こってるわけですこのたった1日2日とかで。もちろんその前からね、こういう傾向があったとか、アラメダリサーチとかね、FTX のそのバランスシートがとかっていう問題は、ちょっと1週間前前後からありましたけども、まあそこから一気にね、その前まで、 えと 3, 3日前とか4日前、5日前ぐらいまでは、えー、バイナンスの c s さんと FTX のね SBF さん、3 0 0ンフリートさんが、あのー、ツイッター上でバトルし合ってるというか、お互いの意見を述べ合ってたりとかしたんですけども、そこから、えー、バイナンスが FTT をね、持っている FTT を全部売るっていう話になって、でそれで一気に FT、その、ね、発言の段階では見てたんですけども、 えちょっと押したぐらいとか、20ドル前後とか、そうですね、20ドル前後で止まったんですよ。で、そこからですね、昨日とか、財務危機で、バイナンスが FTX を買収するってところ、一気にこの FTT が暴落して、大体5ドル前後ですね。で、今日さらにバイナンスが買収を行わないっていうようになってしまって、FTT はさらに暴落して2ドルとか、そうですね、最大瞬間で言うと、そうですね、2ドルジャストぐらいまで下がってるんじゃないですかね。 っていうことで、もう相当やばいです、これは。あの、今年ね、あの、テラの、えー、ルナっていうね、発行する、えー、トークンというか、コインがあったんですけど、それも大暴落して、ほぼ昔ね、これですね、なってしまったんですけども、そういったことの再来ですよね、本当にね。それぐらいのやばいことが今回起こってると。というか、そもそもですね、これも考えられるんですけども、えー、まあさすがにないと思うんですけども、まぁ、あ、テラと、 とかですね、この FTX とか繋、まあ、がってたりとか、そういうことまで考えられるんじゃないかなと思います。ね、これはまあさすがにないと思いますけどねさあの。要は顧客から資金をバンバン集めて、良いファンダーを流して FTT をこう価値上げて、で、売り逃げじゃないですけども破綻するみたいな感じですね。そもそも、だって今年のおかしい点としては、FTX 側としてはですね、えー、白馬の騎士というかね、暗号資産会の白馬の騎士みたく言われていて、 もちろんすごいとは思うんですよ、僕も。あの SBF さんってね、たった30歳とかでもう、しかも FTX を立ち上げから、えー、1年2年とか、2、3年とかでもうセ、えー、バイナンスの次とか、もしくはバイナンスコインベースと争うような、えー、仮想通貨取引にしたっていうところと、まあそもそもね、アラメダリサーチの時からの立ち上げて利益出してたところもすごいんですけども,とも,そも、そもそもやっぱ天才であることは間違いないんですよ。SBF さんはね。 これややこしいんですけど FT X、FTX、SBF、FTT とかね、いろいろ横文字出てくるんですけど、ややこしいんですけど、そもそも創業者の社長は、もうとんでもなく、まあ頭いいというか、まあ頭もいい大学出てますし、それは頭いいんですけど、その実績とかそこまですごいんですけども、どこかで歯車が狂ったというか、要は、あの、これ相場界というか投資業界で有名なんですけども、どんなにその優秀な人でも、やっぱりその相場の未来っていうか、そこは読めない、値動きとかですね、当てることはできない。 100%はですね。っていう,うに言われてるんですよ。なので、やっぱりその結局の問題点は、やっぱりレバレッジが高すぎた。資金の、余剰資金に対する投資額とかが大きすぎたってところは問題だと思います。SBF さん的にはね、本当にその仮想通貨界の危機である、えいろんなね、その様々な今年のプロジェクト、ブロックファイを買収したりとか、あと、ボイジャーっていうそのコインかなとか、え他にも何かあって、 結構ですね、もう1個2個とかじゃないですよ。もう10個とか、それ以上とかの、小さいレーターも10個以上とか、っていうような仮想通貨企業とかコインとかを救ってきたんですね。要するに買収するとか、何か表明、買収とか助けるって表明を出してやってきたんですけども、それだけども、結局、だってそれ言ってたのが、今年入ってからとかなんで、数ヶ月前、直近でもこの1、2ヶ月前とかもそういう話とかもあったので、それを考えると、 ね、自社がね、やばいのに、そもそもやばいので買収発表してるっていうこともね、まあ、ちょっとどうなのかなって思いますけども、そういうことが、えー、そういう状況だったりね、自分の自社の財務がやばいので他を買収するお金なんてないはずじゃないですか、基本的には。だからそれはその暗号資産というかね、仮想通貨業界を助けるためにそういったことを発表してたのかどうなのかってわかりませんけども、まあ、そもそもね、こんだけもう FTT が下落しちゃうと、FTT を担保にしたりとか、FTT としての資産っていうものはほぼね、 なくなってしまいますし、バイナーズもさらにね、この FTT を売るって発言しちゃってるんで、もうこれでもう FTT を買う人とか、あと FTX っていう仮想通貨取引所を使う人自体も、もう一気に減るんじゃないのかなと。もう今、出金申請の嵐みたいですね。FTX 当たり前ですけど。とか、あと FTT、このトークン自体も、こう投げ売り、もう1ドルでもいいから売りたいみたいな。だからもう市場関係者的にはもう、 えー、ルナみたく、もう昔に向かっていくかもしれないから、もう今、今はね、2ドルだけども、ルナみたく0とかに近づいていくる、0. 0.000いくつになっていくんじゃないか。これで見るとね、これ新しいルナに切り替わっちゃってるねチャート形状は古いルナに新しいルナがくっついちゃってるんですよ、多分。なのでちょっとね、あの復活してるように見えるんですけども、そうじゃない。ね。なのでとんでもないことが起こってると。さらに、えー、っと、まあソラナですね。FTX とも結構密接な関係があったんですけど、そのソラナもかなり下落していると。 ただまあ、ソラナに関しては、一応はまだ、うん、無価値に向かうっていうよりは復活する可能性とかあるんじゃないかなと思います。で、リップルもめっちゃ落ちてますね。僕もまあ、あのー、結局、理確せずそのまま放置したら、結局、まあ、ソナトントンぐらいまで持ってきちゃいましたね。えー、とかですね。まあ、リップルだけじゃないですね。もう、イーセレもそうだし、リップルだけこうなると日し、足週足に戻すと、まあ、みんな同じぐらい下落してますよね。あるとはね。同時コインも急騰しましたけど、ほぼ全年戻しみたいな。 感じでから直近にそうね、あの、イーロン・マスクさんがツイッター買収する、した、えー、完了したっていうところから、まあ仮想通貨がね、盛り上がりを見せていたんですけども、そこからこれですよ。本当にね、やばいですよね。だから僕のその資金状況だからこそそんなにね、あのー、僕の心理的に困ってるとかないですけども、僕も実は、まあ、あの、ビットコインがね、この、 最近こう上がってってるじゃないですか。だからここが上昇トレンド作るんじゃないかなと思って、まあ現物でも結構買い増ししようかなとかね。1億円分とかビットコイン買おうかなとかい思い始めてたんですよ。だから本当に良かったなと思って、そんなわけわかんないことしなくてね。っていうのがまあ僕の個人的なところあります。まあさすがにそろそろね、1万8000ドル耐えたし、上昇トレンド作っていくんじゃないのかなと、年末にかけてね、ダウとかナスダックも上がってるんで、えー、っていうったんですけども、今、下落してしまったと。 で今後のね、値動きも皆さん気になってると思うんですけども、まあ、それもあってね、僕も撮ってるんですけど、あの正直ね、ちょっと僕も今のところは分かんないです。この1万8000ドル割っちゃってるので、えー、サポートラインはもうすでに、ね、もうないんですよ、ここは。なので、下でサポートされるところっていう領域も、もう基本的にはもうないので、えー、1万2000ドル、ここのその高値とか、 ですかね、この辺まで落とされてもおかしくないので一旦もう1万5500ドルぐらいまでは行っちゃってるので次は落ち,落ちると1万2000ぐらいまで急落してもおかしくないかなと思ってますなのでもう2020年とかの、えー、価格帯まで戻ってしまう、えー、その可能性もやっぱりもう視野に入れなきゃいけないなって思ってます僕は一旦やっぱりここら辺でねあの3万ドルとか4万ドルまで行った後に来年またね2万ドルとか1万ドルまで下がっていくっていうケースは想定していたんですけども もう、そのままね、上がらずに、こう、じわじわ下がっていって、12000ドルまで下がるっていうのも、想定しないといけないんじゃないかなと思ってます。まあ、ただ、将来的にはね、仮想通貨全般上がっていくとは思ってるんですけども、多分、でも5年とかは、少なくても、このビットコイン最高値を超えていくっていうところは、5年ぐらいはかかるんじゃないかなと思います。今から。なので、2027年とか、僕はね、2025年のビットコインの半減期にね、 あの翌年半減期の翌年に仮想通貨バブルになるっていうね動画ですごい100万とか100万再生以上されてるんですけどショート動画ねそういうのとか出してるんですけどもまあそれは再生取るためっていうのもちょっとあるんであの再生取るためでは成功してるんですけども本音を言うとちょっとまあこういう風になってしまうと FTX の件がなければ別に2025年にまたバブルになっていくとか想定できると思うんですけど今回のようなケースあったので相当厳しいんじゃないのかなと思います あの、バイナンスとそのコインベースの差っていうのはですね、この出来高のスポットの差がですね、もう全然違うんですよね。ボリュームっていうところが、これ24時間のボリュームデーとここだけでもう10倍ぐらい差あるんで、でまあ、日によってね、前後しますけども、あとその、え、これもどこまでね、このコインマーケットキャップが正しいのかって分かりませんけど、単純にまあ計算しても、あの、どう考えても、あのー、 コインベースよりも大きいってことは間違いないですし、あの、2倍、3倍の量っていうレベルじゃなくて、やっぱ10倍近くの差が開いていてもおかしくない取引高とか、あと客、顧客数ですねウ。ウィークリービジッツって書いてありますけど、どれぐらい人が来てるかとか、えー、どれぐらい正確かはわかりませんけども、まあ、間違いなく多くの人が使ってるコインベースの何倍もね、使ってるのは間違いない。そこに FTX が消えちゃったので、 あのー、もうその差が、もうバイナンスがさらに一強が強くなっちゃってる状態なんですよね。だからこれもなんか仮想通貨業界としては良くないんですけども、まあ、どうなるか本当にね、難しいところです。僕としては一応成長とか成功、仮想通貨業界の繁栄とかを、えー、祈ってるというか、えー、もう既存の,、ね、その株式会社とかうんぬの世界を超えて、仮想通貨業界が、えー、世界のトップというか、 世界の主流。今でいう GAFA みたいなものに仮想通貨になっていくというふうに思ってるんですけども。さすがに今こんだけ見えないところになってしまったので、ちょっとここからどうなるかね。まあ難しいところですね。ここから例えば DEX とかですね、DeFi 関連の中央集権的じゃない取引所が一気に行くかもしれませんし、ただそっち系列もですね、こちら辺も相当ハッキングが多いので、その、 FTX に関しては、ハッキングじゃないですけども、要は個人、その、経営的な部分ですよね。その FTT を発行したものを担保にしてやっていたっていうことが問題だったと。これね、同様の事例として、レンディングプラットフォームではかなり多いんですけども、セルシウスとか、えー、スリーアローズキャピタ t a とかですね、今年破綻したものっていうものは、ほとんどですね、テラとかもそう、テラが、えー、発行しているルナに関してはですね、暴落したのは、 もう完全にテラーというか創業者が仕組んだというか良いファンダ流しまくってバンバン上げていったっていうのはまあ理由だと思いますけどもそれをテラをー正確にまあルナですねルナを担保にしてやっていた3アローズキャピタルスリーエ3 a c とかはやっぱりそれは問題があったというか一つのコインを担保に入れていたそれをこう入れていたのが大きすぎた比率がねまあそもそもねルナの価格がめちゃくちゃ上がったっていうのはあるんですけど これね、えっと、去年の6月とかから6ドルだったものが120ドルとかまでなって、えっと、6ドルが20倍とかまでなってるんですよ。えー、でもっと安値からするともう、えー、100倍以上とかになってるわけですよね。ルーナでいうと。とんでもなく価格が上がったというか、もう下落相場なにもかかわらず、今年も上がってったので、やっぱおかしいぞって思ったんですけども、おかしいな適的中して下落していったと。本当にこれ、 気をつけてほしいんですけども、あのー、やっぱり一つの銘柄に分、えっ、ー、と、一点手持するって本当に良くないのと、やっぱり分散すべきだな、特に仮想通貨はね、思いました、やっぱり。僕もずっとね、あの、30銘柄とかに分散しましょうって言ってるのは、あのー、ま、やっぱり自分でも理にかなってるなっていう,うに思いましたね。で、皆さんの中でも今回ね、下落して、まあ、かなり含み損とか、まあ、僕で言うと、その資金比率はね、かなり現金比率が高いので、あのー、そんなに被害というか、 あのー、ないですけども、現金の方がね、多いんで、そもそもね、今年に関しては。去年、利格して、含み益が多い、え利益が多いまま、あのーえー、ビットコインとかある程度に投資して、で、そのまま、えー、今回の下落が起きてるので、えー、まあ、例えば FTT とか買わなかったりとかね、ルナとか買わなくてよかったなってところですね。ただ、皆さんの中では、FTT とかね、えー、持ってる人とか買ってた人いると思うし、特にソラナとかもね、最近買った人とかいるかもしれませんし、 えー、地価総額大きいしね、有名だから空なとかね。もうイーサリアム超えるんじゃないかみたいな噂までされてたので。まあ、もちろんね、イー a r ムの方が強いっていうのは間違いないんですけども、今後ですね、どうなるかわかりませんけど。まあ、だだから今回相当なその衝撃ですよね。まさか FTX が破綻、まあ、してない、してないのかまだね。しそうなことになるとはっていう感じです、本当にね。で、バイナンスの買収しないっていう決定とか。 まあそれよりもなんか、マークザッか、メタ社がね、1万人解雇するとか、仮想貨がちょっと関係ないですけども、まあとんでもないニュースばっかりで、このタイミングで出してくるみたいな感じのことがね、この1週間で、バイナンスがね、ツイッあ違う、ィロマスクさんがツイッター買収したりとか、完了したりとかね、もう、めちゃくちゃすごいこと起こってるんで、えなのでね、どうなるかね、本当にわかんないんですけども、 ま、とりあえず FTT とソラナとかはちょっとしばらくはもう上がらないというか、FTT に関してはもうえ無価値に向かっていく可能性あるので、これをね、機にチャンスだと思って買わない方がいいと思いますね、やっぱりね。僕もそもそもね、前から言ってるので見てる人とか聞いてる人はわかると思いますけども、バイナンスの BNB と FTX のこの FTX トークンというか FTT っていうのは全くその性能っていうのは違うので、バイナンスの BNB に関しては 実際にそのさまざまなね、その BNB の経済圏として出来上がってるっていうところが、えー、これ BNB、ねえー、のチェーンですね。ここが、えっ、ー、と、BNB チェーンっていうことで、そのバイナンスのだけじゃないんですね、もはやね。さまざまなそのコインとそのチェーンが結ばれていて、えー、利用しやすいになっていると。で、BNB 自体の,その性能的にも、イーサリアムはね、最近そのアップデートによって、 え送金速度とか手数料とか、あとはマイニングがなくなったりしましたけども、まあそれ以前から BNB とかの送金手数料とか速度とかっていうのはめちゃくちゃ速いので、まあそういう意味ではもう BNB の圧倒していたと。でその中で FTX とか、FTT のトークンとかはですね、そういうような BNB のようなものを持ち合わせてないので、ただの取引所のトークンとしての、えー、ものだったんですね。でそういう点からもうやっぱりそのバイナンスと FTX っていうのはもう全く次元が違うというか、 いうことなんですね。で、バイナンス側としては BN、BNB の価値に対して、BNB を持っているし、BNB に対して、それを担保に借り入れとかを行っていないっていう声明を出してるんですよ。で、さらにもうこの FTX の声明を受けて、あの今のね、えー、っと、顧客資産の保護のために、えー、取ってある資産っていうのを増強したみたいな、要は、えー、流動性のあるというか、えー、現金比率というかね、 いや顧客の資産を勝手に運用しないでやるみたいなことを発言されてました。まあ、そもそもしてないんだけども、えー、そのもし何かあった時のための基金とかの量を増やすというような発言されてましたね。だからそういった感じでもう、業界的にはですね、かなりこう激減してますんで、あのー、これからどうするかというか、まあ皆さんもね、かなりこうなどうなのか気になっていると思いますけども、とりあえずは、まあ短期トレードとかね、えー、中期長期とかの目線で考えても、まあ、今、 ビットコインを買うっていうよりも、えー、ビットコインもあると思う買うっていうよりも、今やっぱり何もしない方がいいんじゃないのかなと思ってますね。もしビットコイン12000万ドルまで落ちてきたんだったら買うべきかなと思います。まあ僕のその YouTube 見てる方だと、だいたいこの2万ドル前後とか、もしくは3万ドルとか4万ドルとかで僕も買ってますけども、このね、この2万ドル前後の領域で買っている人は、今この、今もう17000万円ぐらいまで申してきてるし、えー、この辺で買うっていうよりも、 えもし1万2000ドルとか、もしくは1万4000以下1千、1万4000、1万3000、1万2000ドルぐらいまで下がるんだったら、BTC の現物買うとか、もしくはアルトの現物買うっていうのはいいんじゃないのかなと思います。えー、トレード目線で言うとね。現物取引とか、もしそうですね、現物目線で言うと。短期で言ったら、やっぱりまあ、もう少し下がることを狙って少し上がってきたところで、もうちょい、うん、そうですね。もう、もうちょい上に引きつけて、1万7500ドルとか、 え、ぐらいで、ショート狙っていくとか、そういった感じでやって、すぐに利確する。っていうのはありかなと思いますね。今のところ、その、え、重要なサポートラインはね、18000ドル割っちゃってるので、え、ここでまあ、今すぐのロングとか、もしくは今すぐ現物を買うっていうよりも、やっぱり下がったところで、一旦その重要なサポートライン割れてるので、まあ、もう少し下がるっていうことを見越して、え、下でね、 待ち構えてていいいいいるっていう方がいいんじゃななのかなと思います、えー、詳しくはね、また、えー、大きな変化というか、えー、またね、えー、直近で情報いろいろ出てくると思いますので、それがあってからまた動画撮りたいなと思います。えー、ということで、今回はですね、相当まあ大きなインパクトのあるニュースがありましたけども、まあ、皆さんもね、あのー、気をつけてくださいというか、気をつけようがないんですけど、あのー、やっぱりね、資金比率はそのいくらね、天才と言われるような えー、SBF さんでも、えー、無理というか、えー、この下落相場には勝てないので、なるべくやっぱりね、現金比率は高めで、特に仮想通貨はね、現金比率は高めにすべきだし、借金をしてまでやるべきじゃないし、借り入れとかね、何かを担保にしてやるとか、そこまですべきじゃないと思うし、少、えー、額で、ね、分散してやっていく。で、あとそれを放置する。特に日本に住んでいる方はね、税金高いので、 あのー、バンバン短期トレーするよりも現物で持って10倍以上とか狙った方が合理的かなと思いますね。えー、ということで今回の動画は以上になります。今回の、ね、動画が良かったなと思う方は是非グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと概要欄の方にあります公式 LINE と公式メニュールに登録した方には仮想通貨や、ね、投資、トレード稼ぎ 講義などを無料でプレゼントしていますので、まあ登録しない方は公式ライン、公式メールの方に登録しておいてください。あと運営するオンライン投資スクーということで、G インベスタープレミアムライトプランもありますので、興味ある方はチェックしてみてくださいえ。それでは今回の動画は以上になります。最後までいただきましてありがとうございました。